8月に突然発表されたアート・モレノ球団オーナーによるのエンゼルス売却。大谷翔平が所属するチームということもあって、日本でも大きく報道されたが、オフシーズンに入り、売却への動きが本格化している。そんな中、あの日本企業がエンゼルス買収に興味を示しており、モレノオーナーに交渉を持ちかけているのだという。今回は事の詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。現地時間8月23日、ロサンゼルスエンジェルスのオーナーを務めるアート・モレノが球団売却に移行する手続きに入ったと報じられた。これを受けて球団獲得に向け動き出している企業が多くあるようだ。エンゼルスは2003年にモレノ氏がウォルト・ディズニー社から1億8000万ドルで買収。地区優勝を6度果たすも、近年は低迷を続けている。大谷翔平やマイク・トラウトと MVP スターを2人擁しながらも、ポストシーズンの舞台からは7年遠ざかっているのが現状だ。そんなエンジェルスに、NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズの他にもハリウッドやオレンジ・カウンティ、日本の企業がエンジェルス買収に興味を示していると、アメリカの新聞紙ニューヨークポストの敏腕記者のジョン・ヘイマン氏は伝える。これまでに地元有力紙ロサンゼルスタイムズのオーナーのパトリック・スーンショング氏や NBA のウォリアーズのオーナージョー・ネイコブ氏66も買収に名乗りを上げており、それぞれでモレノ氏と買収のための交渉を行っているのだという。そんな中、あの日本企業がエンゼルス買収を検討しており、すでにモレノ氏と水面下で一度会っているのだという。その企業がソフトバンクグループだというのだ。つまり孫正義氏がエンゼルスの売却を真剣に検討しているのだという。孫氏の純資産は2兆7270億円と資金力は十分。2005年にはダイエーの保有していた球団株式と興行権を取得し、プロ野球チームソフトバンクホークスを保有している。その後はチームのサポートのために多額の融資を行っており、日本シリーズを何度も制覇するほどにチームの強化を成功させている。孫氏はもともと野球に対しては並々ならぬ熱意を持っており、今回のエンゼルスの売却の話が出てきた際にも、大谷翔平のこれ前の活躍ぶりを高く評価して買収を検討をし始めたのだという。もし孫氏がエンゼルスを買収した暁には、ソフトバンクホークスの時同様にチームの強化を図るために多額の資金を惜しみなく投入することが予想される。もちろんチームの中心人物である大谷翔平に対しても最大級のサポートをすることが予想される。大谷といえば2023年のシーズン終了後フリーエージェントとなる。それまでに長期契約を結ぶことを打診することは十分に考えられるだろう。アメリカのメディア CNBC がインタビューを行っており、孫氏はエンゼルス売却の件について問われると、確かに素晴らしい話をいただいています、大きな可能性を生む力は秘めていますねと答えた。球団組織を一新することになるエンジェルス、果たして誰の手に同球団は渡るだろうか。長年の夢でもあるポストシーズン返り咲きを目指すチームの行方を多くの野球ファンが注目している。ここからは今回のニュースに関してのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。チーム運営とはそれこそ十数年のスパンをかけて取り組むべき問題。資金力も大切ですが、金さえ出せば良いというものでもない。トップが数年でコロコロ変わって、その度に方針がぶれるようでは強いチーム作りなど望めない。日本人が買収するのも結構だと思いますが、大谷が移籍投したらすぐにチームを手放すようなことはしないでほしい。孫さんはあり得ると思う。ソフトバンクは T モバイルの主要株主だし、米国で出資している企業もたくさんある。以前から MLB のポストシーズンには日本球団も参加できるようにしたいと言っていたから、MLB の球団オーナーになれば発言もできるし、少しは可能性が出てくるかもしれない。日本企業はエンゼルスのようなローカルでマイナーな球団は買わないと思う。
アメリカ人やアメリカ企業より日本企業の方がエンゼルスから大谷が抜けた時のダメージがより大きいからだ。大谷が抜けても採算が取れるような人気球団でないと、企業買収のメリットはない。日本に生粋のエンジェルスファンなんてほとんどいない。米国でもそれほど人気球団ではないしね。大谷がいないもしくはいても怪我などで試合に出れないエンジェルスには、日本人は何の興味持たないし、日本マネーも集まらないでしょう。日本企業が買収するとは思えない。一体この話はどういった結末を迎えることになるでしょう。ポストシーズン進出がなくなった時点でエンゼルスファンの間では球団売却騒動の件で盛り上がっていましたが、ワールドシリーズを残してオフに入った MLB においてエンゼルスの話題が世界中で取り上げられるようになりました。無理もありません。過去最高額で球団売却が実現する可能性もあり、なおかつ野球の宝である大谷翔平選手が所属しているのも大きな要因でしょう。またエンゼルスと1年契約を締結したとはいえ、昨今ではダルビッシュ有選手のような契約を締結した直後のオフシーズンに移籍が確定するケースも珍しくはありません。そのような例があるからこそ、大谷選手の今後には予測不可能だと野球ファンの間で注目が集まるわけです。そんな中、球団の売却の件で新たに日本企業が名乗りを上げるかもしれないとの情報も入っています。確かに過去にはイチロー選手が MLB に移籍した当時のマリナーズのオーナーが任天堂だった例もあります。任天堂の販売拠しているゲームはアメリカでも広く受け入れられている関係で、 MLB も任天堂が球団のオーナーになることを承認したのだと思います。それでで考えると、ソフトバンクもアメリカの多くの企業と関わっているため、形は違えど MLB が買収を受け入れる可能性はあると思います。つまり日本企業が買収を成功させるためには、アメリカでも一定の成功している日系のグローバル企業である必要があるのかもしれません。その筆頭としてはやはりトヨタでしょうか。それで考えると、エンゼルスが日系企業に買収される可能性はなきにしもあらずでしょう。実際のところはどうなるのか、それはこのオフシーズンの間で見えてくることになると思います。今はその時を待ちながら来シーズンの活躍を楽しみにしたいですね。